最後に旅立つ皆さんに花向けの言葉を送ります。顔を上げ胸を張って進みなさい。自分の回路を切り開くのです。穏やかな日もあれば荒れた波地を進むこともあるでしょう。でも恐れてはいけない。一歩を踏み出す力はもう身についているはずです。本校で培ったことは君たちの人生の灯台となり、進むべき道を示してくれるでしょう。皆さん、いよいよ出航です。夢を抱き、漕ぎ出そう大海原へ。ありがとうございます。お降りの際はお忘れ物のないよう。
扉が開いて王子がお姫様を迎えに来ると二人は生涯結ばれるっていう君がこんなところにいるわけがないって思ったんだけどどうしても確かめてみたくなって聞いてほしい。奇跡に頼るのはもうこれで最後にしたいから。僕はあの雨の日初めて君に会った時から君のことばかり考えてた。 2度目にバスの中で君を見た時はもうこれは運命だろうって有頂天になった。だからバーガーショップで初めて君と話し込んだ時はどうやって連絡先を聞こうって。 頭がいっぱいで、でも結局聞けなかった。楽しそうに話す君を見てるとすごく幸せな気分で。 それでいてすごく心細かった。だって君はいつもこんな風に偶然現れるから。もしかして君の方はただそんな偶然を喜んでるだけなんじゃないだろうかって。 初めに電話番号なんて聞いたらなんだか笑われそうで、今考えるとおかしいけど本当に奇跡が終わっちゃいそうな気がしてたんだ。 でももう奇跡なんていらない。だって僕はいつも君と一緒にいたいんだ。偶然なんかじゃなく君のことが好きだから。
か気の利いたことを言おうと思ったんだけど。詳しくないから友達からいろいろ聞かせてもらって君が好きそうなのを選んだ。そうしたらチケット手に入れるのやたら大変なアーティストでさ、苦労したんだぜ。すごく嬉しかった。だってそれはつまり役割ってことだろ。だからこれからもどんどん焼けばいいよ。違う。ごめん。冗談だよ。やられた。キスしてもいいか。君意地っ張りだから自分からはしてくれないだろう。
いつも君と一緒にいたいんだ。偶然なんかじゃなく。君のことが